はい、じゃあ今回ですね、7月3日に紙のお札が変わったことについて、渋沢栄一、まあでもなんか福沢諭吉と由来があるみたいですね。で、五千円札枠は女性枠みたいな、梅子さん、あの方はなんか日本で初めて留学された、アメリカに留学された方で、千円札の人がどっちかというと学術的な方の枠らしいですね。今回破傷風を直した人とか研究家みたいな人がなってるみたいですけど、基本的に歌舞伎町あんまり変わらないとは思いますけどね。もしかしたら最後のアップデートかもしれないですよね、紙に変わるっていうのは。だって世界各国であんまり聞かないですよね、紙幣が変わるとこのタイミングでって。困るのは本当に自動お札機使うところじゃないですか、パチンコ屋とかラーメン屋とか。助成金入るみたいですけど、まああんまりホストクラブでその新紙幣になったからっていきなりトラブルが起きるかって言ったら、ちょっと困ることがあるとしたら、今使ってるマネーカウンターが新紙幣に対応してないんで数えられないですね、ちょっとしばらくは。7月の中盤ぐらいにアップデートされるみたいなんですよ。で、それまでは新しい新紙幣を入れても弾かれちゃうんで、手で数えないといけないですね。なんでむしろその旧札も使えないんですよ、今お店で使ってるやつって。普通にこう安いやつって言ったらあれですけど、ダーって数えられるやつもあるんですけど、それって中身が例えば中国の、お札とか入ってても一緒に100枚だったら100枚数えられちゃうんで、気づけなかったりするんですよ。で、今って旧札が入ってるだけで弾かれちゃうんで、大きさ形が違うだけで千円札が紛れ込んでたりとかも。なんで、まあ、ちょっとそこではちょっと不便が生じるかもしれないですね、高額の場合は。なんか陰謀話だったら、そのタンス預金を出させるためとか言ってますけど、それ使えなくなるわけじゃないんで、昔のお札が。だからあんまり関係ないのかなっていう。まあ今はペイペイとかネット決済がこう主流になった世の中の中でも、いわゆる紙で出回ってるのが100兆円ぐらいはあるって言われてるんですよ。まあ変な話、メディアとか陰謀論者に近い人たちっていうのは、なんかタンス預金が狙われてるぞとか国税が見てるぞとか言うんですけど、まあその100兆円の中にも今みんなが財布の中に入れてるお金も入ってるんで、まあ、50兆円ぐらいは本当に政府が管理できない、イコール銀行に入ってないお金があるんじゃないかって言われてますよね。で、それを出させるために今回新紙幣の切り替えだとか言われたりしてますけど、変な話、その昔で言うと1円札とかも今もお店でこう出されたら1円っていう単位がないんであれですけど、使えるんですよ、旧札だからといって。それは銀行に行けば1円玉に変えてもらえますしってなった時に、別に昔の旧札が使えなくなってるわけじゃないんで、こっちが困ることはないというか、価値が変わってるわけじゃないんで。なんか旧札だからどうとか、お客様がこう旧札で出してきたからとか、あんまりそこ気にしたことが経験上ないんですけどね。ってぐらい日本の円のその偽造技術をさせないのってすごいって言うじゃないですか、海外に比べて。だから日本の札の価値っていうのは多分世界から見ても高いと思いますよ。なんかそういうのさせないために、こうネット決済とかが流行ったとか、海外では偽札が多いからとか言いますけど、日本はどうなんですかね。ちょっと早く持ってみたいですけどね、新札。給料日までに来るんですかね。銀行に行くんで回ると思います。で、銀行に入ったものは新札で出てくるんで、ちょっと混ざりながらというか、新札の100万円の束と旧札の100万円の束とっていうのは、ちょっとそういう時期が何年か続くかもしれないですけど、徐々に、まあ、銀行に入れたお金は新しいお金で出てくるんでっていう図式はあるんで、徐々に多分新札に変わっていくんでしょうね。ただやっぱお金って AA 券から AA6 桁 AA でアルファベットで一番最初の記号が A から始まるんで、今それが宝くじみたいなもんでやっぱ100倍ぐらいになったりするみたいですね、価値として。あと ZZ、最後の作られた紙幣、一番最初に刷られたのが A から始まるんで、それはなんか単純に普通に面白いですけど、メルカリで普通に売られたりします。あとゾロ目とかアルファベット関係ない7777、1000円が8000円とか8倍じゃないですか。損なしでレバー効かせないで8倍になってるみたいな。あといつかもしかしたらそういうのが価値が生まれる、最後の紙幣だとしたらとかあるかもしれないです、コレクターたちは。すごい安易な考えなんですけど、新札ですじゃないですか、お客様の接客の時になんか使えるのか、会話の正面一ネタでみたいな。いや、それはもう技術ですよね。その渋沢栄一さんのことでどれぐらいこう語れるかとかあると思います。やっぱりあの人のこと調べれば調べるほど、やっぱすごい日本の経済の銀行を作った人とか、東京商工会議所とかもそうかな、でも本当にとんでもない500
会社500ぐらいの企業の立ち上げとか手伝ったみたいですからね。だけどその人を支えたのは福沢諭吉だったりとか、なんか全部絡んでたりするんで面白いですよね。なんかそういう歴史的なものなんで、まあ、あの日本ぐらいだと思うんで、この技術とかもホログラムとかであの顔の角度が変わったりするらしいんで、もう世界にも見せてるみたいですね。偽札を作らせないというか、日本の技術というか、まあ、歌舞伎町ニュースというよりかは、まあ、日本のニュースですよね。世界も見てると思うんですけど、あの紙にそれだけ予算かけて新しくしてって、これが最後のアップデートかもしれませんし、2070年とか80年に変わるかもしれないですけど、まあ、当面の間あの日本円で偽札とか作れなくなったりとかするものじゃないですかね。ちょっと面白いですけどね。まあこんなニュースから歌舞伎町に関係あるニュースまでちょっと喋っていけたらなと思います。